いるんでしょ。早く終わらせましょう。やっほー、期待に応えてナナナさんじゃん。次は何？レイ、せっかちすぎだよね。もっとお話ししようよ。ナナナのことに興味持ってよ。こっちは力ずくで終わらせてもええんやけど。ブルブル、怖いよ。そんなことしたらこの広大な森でずっと迷子だよね。存外、お前を倒せば森のまやかしは消えるのではないか。どうかな。ナナナ倒されたことないからわからないよ。レイはナナナと遊びたいよね。あなたと遊びたいとは思わない。ん？何言ってるの？嘘だよ、そんなわけないよね。でも今はまだあなたに従います。そうするしかないから。それって遊びたいってこと？そうだよね、ねえ、ねえ。ええ、解釈はあなたの自由だから。レイちゃんはそれでええんか？このままずっと勇気の戯れに付き合わされる可能性もあるぞ。ちょっと、そこのお腹出してる人と太もも出してる人。太もも？割とみんな出してるが、私のことか。レイがナナナと遊ぶ邪魔しないでよ。ほんと目障りだよね。いいから説明して、何をすればいいの？そうだね、二人のことは無視して発表だよ。ドゥルル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 ルこんな見晴らしの悪い場所で探さなあかんのか。木々の中で息を潜められたら見つけようがないぞ。巧妙に隠れたナナナをよーく目を凝らして探してね。キャホー！あ、そうだ、探すのはちゃんと銃数えてからね。とってもエンジョイだよ。隠れる前に追いかけよう。見失ったらほんまに見つけられんようになるよ。待て。なんや？銃数えるのがルールだ。そんなんええやん。勇気が決めたことであってもルールであるなら曲げることはできない。融通きかんな。レイちゃんからもなんか言うて。8、9。めっちゃ冷静に数えてる。10。お二人が話している間に数えました。行こう。ここで心さんと議論している時間はない。心さん、置いていきますよ。うっせやん、なんかうちが悪いみたいになってる。前へ。
なんだ、お前は。普通にいたな。この腹出し娘は何がしたいの？隠れる気がないなら、それでいいです。私には関係ない。終わらせるだけだから。こうなったら逃げるよ。あいつ勇気置いてった。お前らも敵か。こっちに来るぞ。お前らレザーリです。えい、やった、セーフ。この一撃で引っ込んでて。やった、うまい。ほんまに迷惑やな。時間を無駄にした。先を急ごう。あれは…ほらほら、こっちだよ。移動。殺す。もう死んでるよ。魂を食わせろ。ナナナの魂はあげないよだ。あとなんちゃうかな。レイ、どうする？チャンスであることには変わりないですから。あれ、また見つかったよ。これは巧妙な罠。いや、あんたが勝手に出てきてるだけや。いい加減に覚悟して。そうだね。やっぱりまだ遊び足りないよ。待って、イッツショータイム。殺す。魂をよこせ。あいつまた置いてった。今度は2体か。いいだろう、相手にとって不足はないな。目障りです。えい、やっ、ふっ、はずぜ、やっ、甘い。えい、やっ、は、えい、死ね、やっ、は、せい。逃げられた。あいつ生きてた頃は手品しかなんかか。まだ子供に見えるが。勇気の外見なんか全く当てにならへんよ。魂が欠けてるんやからな。そういうものなのか。追いかけましょう。次は逃がさない。
蘇りしないと。見つからないものだな。さすがに本気で隠れたんかもしれんな。そうなると厄介だな。どこかにいることは確かなんです。もう一度探します。ナナナだよ。せっかく木の上に隠れてたのに誰も来ないよ。こんなのちっともエンジョイでもエキサイティングでもないよね。飽きたから出てきたんか。だいたいナナナは隠れてじっとなんてしてられないの。自分で決めたゲームじゃなかったのか。わかりました。それなら、こういうのはどうです?逃げるのも、隠れるのもやめて。これで決着をつけましょう。遊んであげるから。そうだよね。例の言う通りかも。鬼ごっこよりかくれんぼよりこの方がずっとエンジョイでエキサイティングです。楽しい。レッツエンジョイ。やっやったセイクだえやったはっせきあったまえこれで、私たちの勝ちです。もう満足でしょ。お願い、ここを通して、大切な妹の魂を探さないといけないの。大切?違う。違う違う違う。こんなのちっともエンジョイ
がどうしたんや？いいよ。今回も、ナナナの負け。次で最後だよ。この状況で次があると思っているのか？思ってるよ。この森を抜けたいならね。こいつ。わかりました。次で最後。必ずです。あの二人、いっつもレイのそばにいて。ほんと邪魔だよね。以来あれからどれくらい経つんだろう。待ってて、未来。お姉ちゃんが必ず。もしもし、ナナナだよ。約束通り終わらせましょう。暗いよ。暗すぎるよ。もっと愉快な挨拶ないのかな。それで最後は何をすればいいの？無視だよ。無視すぎるよ。でもナナナは心が広いから説明してあげるね。最後のルールは一つだけ。ナナナを倒すことだよ。もう一度倒せばいいの？今度のナナナは本気モードだよ。ナナナは森の奥にいるから倒しに来てね。負けたままは悔しいからナナナが返り討ちにしちゃうけどね。これで最後という約束、本当に守ってくれる？ナナナ、勇気だけど嘘はつかないよ。わかった。でも、これだけは覚えておいて。私は、妹のためなら何だってやるし、何だってできる。ブルブル！霊が怖いよ！暗くて怖いよ！な、泣いちゃうかも。泣きながら逃げ回ってもいいのかな？いい加減にして、泣いている勇気なんて、見たことない。そうだね。じゃあ待ってるから、ナナナを倒しに来て。